祭りにお越しの皆様、こんばんは。はい、今回 YouTube ので配信中の番組原宿かわいい TV の初の公開収録となっております。今回はですね、海外の方からゲストの方が来ております。はい、Facebook ページかわいい .i の、ページの方からかわいいリーダーの皆さんです。よろしくお願いします。どうぞ。夏目ちゃん、はい。お休みの日は何をしていますか？インドアですか？アウトドアですか？はい、完全にインドア派ですね。例えば何してますか？休みの日ね、みんな知りたいよね。休みの日はもう昼過ぎまでずっと寝て、そっから漫画ばっか読んでます。おお、漫画読んでダラ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 してる。結構インドアだね。結構インドア、もう休みの日は外に一歩も出ないですね。なんだろうなんだろう。皆さんはどのようなことをして普段美意識を高めていますか？おお、美意識。あきちさんからありがとうございます。おお、じゃあ代わりリーダーの方々にも聞きたいよね。そうですね、聞きたい。あ、こんにちは皆さん、私はスタラです。何書きました？For beauty, I always scrub my face like twice a week for exfoliate the dead skin cells. And then after that, I put mask to cover the pores again, so the pores will be smaller. And always like, always make sure to wash your face twice. When you put makeup, first is to remove your makeup, and then second time washing is to cleanse your face.So your face will be clear. おお、すごい。わかった。じゃあ一応リラックスしてたんで、絶対週に2回マッサージに行って、あと角質を取るんですね。肌の角質を取ることもちゃんと毎日やってて、ね、すごい。美意識が高い。見習わなければ。3、3、2、2、1、1、9。ハロー、I'm
はユミ、マイホビーニー、ウォッチングムービー、リスニングトゥミュージック、and reading a book。Goodbye。いいね。お疲れ様です。あ、こんにちは。世界で一番長いモヒカンやってます、和弘渡辺と申します。よろしくお願いします。渡辺氏でお願いします。イエーイ。飛びどころ満タンすぎる。でしょ？初めて会う？初めてです。あー、ひよこさん。最初でございます。今日、グラドの沈黙の。そう。こんな感じで今モデルさん。トゥルルトゥルル。